はい、シレットコです。APEX レジェンズのね、えー、っと PS4 のラグ問題についてね、ちょっと今日はね、解消方法をお伝えしようかなと思います。この前、6月の火曜日かなアップデートがあったんですけど、そのアップデートに際してですね、データセンターで、この、サーバーがね、ソルトレイクシティにデフォルトでなってるんですよね。ここです。 なんで、ね、これを東京に戻すことによって、治るみたいですね。あのー、ずっとね、ここの上のところに、あの、ラグのマークがついてる人は、ちょっと、この Apex Legends のこのタイトル画面で1分間待っていただいて、1分間待っていただいてですね、あの、バツで次に進んだ瞬間に、すぐ丸でキャンセルするとデータセンターがすぐ出てくるんで、 このすぐ出てきたらここの東京サーバーっていうのを選んでいただければラグが解消されると思うんでね。それをちょっと試してみてはいかがでしょうか。今日はね、それの紹介の動画になります。皆さんもちょっとお試しいただければと思います。それではまたですね、よろしくお願いします。ありがとうございました。